配信はショートが多いよねって、どういうこと？どういうこと？配信の続き、わからない。どっから流れるかは知らない。どっから流れるかは知りません。寒いの？若干、若干です。だから暖房をつけた。暖房って基本何度にしたらいいの？なんか暖房と冷房のあれがわからない。サイレント11時半から？でも私聞いて、3話見てない、まだ3話見てない。どうしよう、これ3話ってさ TVer で見れる？見逃し配信になっちゃうかな。4話、これどうなるやつですか？これどうなるやつですかね。え、これ3話見れなくなる、これ明日以降になると。え、3話見れなくなる、これ4話、まあ、配信されるじゃん多分この日付回ったら。あ、録画すればいい。いや、録画してないの、3話録画してない。基本なんか最近ドラマも見なくなっちゃったんで、家で録画あんましない。あ、でもあれは見たな、あれだけ面白いと思って見た、なんかアトムの子ってやつ、あれめっちゃ面白い。日曜劇場かな、あれおもろい。結構私日曜劇場見ちゃう人。あ、見れる、3は見れる、今は見れるよね。でもその明日以降見れるのかな、それ次第。どうしよう、どうしたらいいんだ。あ、明日でも見れる、明日見ようかな。明日見ようかな。あ、みんな聞いて、そういえばみんな、なんとですね、キムタクさんの抽選の結果が来まして、なんとですね、キムタクさんの結果が来まして、まさかの、まさかのまさかのまさかの、外れました。まさかの落選でした。ちょっとね、期待はしたんですけど落選でした。はい、本当に悲しい。まあどっちにしろ私はいけないんですけど、どっちにしろ私はいけないんですけど、はい、悲しいですね。当たった方いんのかな、当たった方いる、マジで。まあどっちにしろね、当たったとしても私いけないので、はい、もちろん私はね応援に行きますので、っていうね。ぜひ当たらなかった方はぜひスタジアムに来てくださいね。皆さんお待ちしていますから、ぜひスタジアムで試合を見ましょう。当たってもいけないよ、うん、当たってもいかないですけどね。ね、皆さんぜひね、スタジアムへ行こうですよ。近いので、多分場所はね、場所は近いので、ぜひ。ぜひ来てください。
次ってホーム最終やっけ？違います。あと1回あるかな。ホーム最終は20とか11月20がホーム最終戦です。はい、多分これ多分もう出てると思うんで言うんですけど、ホーム最終戦も応援に行きますので、最後の最後まで応援しましょう。まあ、でもきっとね、6日はとても道が混みそうですね。道とか駅とかきっと混みそうですけど、気をつけて皆さん起こしてくださいね。渋滞の可能性があるので。でもなんかそれでなんか当たってる人いるのかなと思ってちょっと調べたら当たってる人もいて、すごいなと思って。なんかもう宝くじ当たるぐらいの確率じゃないですかね。宝くじより当たりやすい。そっか、それはちょっと言い過ぎた。そばの新作はねまだ飲めてないの。でもね今日見たら私の好きないちごのねスタバの新作だったんですよ。本当にやっと来たと思って、やっと来た、いちごが来たと思って期待したいと思います。でもすぐ売り切れそう。てかまずあの紫芋だっけ、それも飲めてないので、私前3軒ぐらい回ったんですけど、どこもソールドアウトで。マジで飲みたい。なんだっけな、ブラウニー、いちごブラウニーみたいな感じだった気がする。11月からですね皆さん、いちご。そうね、肉汁っぽいいちごだったらいいですね。はい、朝一に行けば、朝一に行くほどちょっと私はあんまり元気がないです今。朝一に行くほど私ね起きれないんですよ朝。はい、まあ、でも初日を狙っていきたいと思います。はい、朝に強い印象、朝に激弱だよ。何回目覚まし止めるっていうぐらい激弱です。いつも何時起き、もうその時のスケジュールによりますね。はい、タバって何時までやってるの。なんか店舗だと駅とかはちょっとわからないですけど、店舗とかだと23時とかじゃないですか。店舗のドライブスルーとかはたまに行きます。はい、岐阜の方は分かると思いますけど。たまに行きます。カスタムする人カスタムします。はい、カスタムしたりします。岐阜にスタバ何軒、いやめっちゃあるよ、めっちゃあるめっちゃある。あの店舗もあるし、なんていうの、そういう大型の、まあ、例えばモレラとかイオンとかそういう中にもあるので結構ありますよ。紙ストロー苦手。でもそれちょっとわかる。それちょっとわかる。マジさ、時間経つとしなしなにならない？もうね、しょうがないですね。 SDGs なので仕方がないですね。
早めろの家が一番近いスタバは、うん、それ言ったらバレるよそんなさらっと言わないよ、それ言ったらわかるから。マイコさん体調バッチリですか？バッチリだよバッチリだよ。新公園で覚えやすい曲、いやそれはね、わからないそれはまだわからない。今寒い、今はそんなことない。明日のテーマは SDGs かな。うん、そんなテーマはない。リカちゃんの生誕祭でそんなテーマつけない。ジブリパークにお指輪かからないのね。かからないですかからないですね。行きたいんですけど、楽しそう。誰、チカさんとか言ってたよね。アイカピョンも言ってて楽しそう。私も行きたいです、早く。いろんな人は呼ばれないそれ関係あるかな。お、出ました、251日です。えい、あ、そうそう、ちかこさんのこと最近ちかちゃんって呼んでる。なんか結構もうちかちゃんで馴染んじゃった。はい、先輩ですけどちゃんと尊敬してますのでやめてくださいね。ちかちゃんって呼んでます。尊敬してる先輩なんですけど、本当に仲良くさせていただいてるので、これからちかちゃん呼びでいきたいと思います。まあ、たまにちょっとちかこさんって出ちゃう時はあるんですけど、はい、ちかちゃんって呼びます。おしちゃん、おしちゃん、おしちゃん呼びも頑張りたいと思います。ゆきちゃん、ゆきゆき、ゆきゆきって呼んでます。ゆきさんのことはゆきゆきって呼んでます。逆になんて呼ばれてるの、誰に誰に、ありがとう。マジ本当に変な人だと思われちゃう、変な人だと思われちゃう。ありがとうございます、いつも見てくれて。明日リカちゃんのね生誕祭ということで、もうやっとって感じですけどやっとっていうね、まあちょっといろいろねコンサートもありつつ、いろいろねあのイベントごととかもありましたので、はい、まあ、あと本当に残り少ないベル公演だと思いますので、はい、皆さんぜひベルを楽しんでくださいベル公演楽しんでください。はい、ちょっと短いんですけどここまでにしたいと思います。明日はちゃんとチェックしてね明日の声もちゃんとチェックしてね。ということでバイバーイ、ありがとう。